はっはっはっーっは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 ははとにかく楽しければいいんだよ。はっはっはっは。面白ければいい <laughs> 周りはどうでもええ。<laughs> ね。これがコツだよ。楽しく生きるための。うん、ね。えー、まず、ちょっと皆さんにね、あの、ちょっと面白いエピソードを伝えます。<laughs> えっと、実はね、今私のところに毎日のように、えー、LINE がだいたい1日放っとくと、 300件ぐらい何か知んだけどバーンっていろいろ入ってきます。石屋の情報からえ皆さんからの情報それから先進の、えー、情報動画いろ,いろいろいっぱい入ってくるんです。うん、でその中に必ず初めて LINE しましたっていう人がだたいね、えー、5人ぐらい多いと10人毎回あります。うんえー、そしてあの多岐にわたります。 医師屋の情報が知りたい人 RV が知りたい人で今はだいたい7割ぐらいが見たままを磨きたいですと、うん、本気で先進をやりたいですってそういう人の問い合わせが今70%ぐらいになりましたであのやっぱり僕が情報発信してる内容がそこに重きを置いてるからだと思います自分の波動がそういう何て言うんだレスポンスが返ってくるみたいな感じ だから今から1年ぐらい前の最初のスタートは僕創価学会ネタがほとんどだったんだけどその時はもう私も創価学会だったっていう人からの圧倒的な問い合わせが多くあったんだけど今は全くそういうふうにこう変わってきたそういうことが今起きてますすべては原点は自分だっていうことをまたここで改めて皆さんにお伝えしたいなと思います次2つ目えっと皆さんえっとね直感が湧いたら あのみんな気をつけてっていうかこう注意してほしいっていうかこう、えー、意識してほしいんだけどパーンってイメージが湧いたら即実行するんだよ、うん、そして即行動に移す、うん、例えば突然「あラーメン食べたい」で急に思ったらもうすぐラーメン食べに行くの <laughs>、うん、そんな感じ、うん、ふっとなんか友達のことを思い浮かべてなんか ど最近元気にしてるのかなと思ったらその瞬間にね一旦やってることをやめて電話をかけるもしくは LINE をする何でもいいよとにかく連絡を取るっていう行動を起こす、うん、これをね是非続けていってほしい、うんでねちょっと今日の素晴らしい実例あのあの言います。えっと あの前々からね LINE のやり取りをしていた一人の男性の方がいたんです、うん、でその人が、えーっとまあ、いつもいろんな情報をくれるんだけど今日僕ちょっとたまたま、まあ、ほら仕事明けだし時間があるしみんなの LINE とかをしっかりゆっくり読もうと思って一つずつ丁寧に見る時間があったその時にたまたまふっとあのその方から LINE が来た、ね、男性の方から。 何気にゆっくり読んだ。ゆっくり読んだら、すごくいいことが書いてあった。えっと思うようなこと。うん、なので僕すぐにあの、すぐに返事して、すごいですねってで。ちょっとその話が聞きたいんだけど、せっかく話するんだったら、ツイッタースペースで、ねあのせあの、語ってほしいって言った。そしたらどう返ってくるかなと思ったら、いいですよって来た。<laughs> すぐに。あいいですよって来たんだと思って。うんで ライン電話とツイッタースペースの大きな違いは、ね、ライン電話は1対1で話して、誰も他の人聞かないんだけど、ツイッタースペースっていうのはラジオみたいだから、いきなり始めるとリスナーさんつって、私とその相手方の話を聞く人がパンと出てくるの、ライブで。そしてそれが、話が終わると、録音が取れていて、僕のツイッタースペースに遊びに来た人が、 えー、私とそのえ、ね、男性の方が話した内容をその後も聞くことができるだから要は会話が丸裸、ね、情報開示みたいなもんだね要はラジオで聞くのか電話なのかみたいなそんな違いだけどすんなりあのそれに応じてくれただからでやり方もトントン拍子であのうまくいってじゃあとにかく一回テストやろうテストうん あのまずテストしてちゃんと電話で話せるツイッタースペース上で話せるかってやってみようって言って始めた始めてさあこんにちは初めましてってね今までは LINE のやりとりだったんだけど初めてお話がこう,こうやってできて光栄ですなんて喋っていた、ね、そしたらそこにテストなんだよテストなんし、えー、誰にも告知してないのにそこにリスナーですぐに2人も3人もポンポンポンって入ってきた わかる何の告知もしてないんだよ。そのうちの1人のアハハアハハさんっていう Twitter、まあ、名の方が「リクエスト」って入ってきたで何だろうと思って何気にあの何て言うの,あのお話加わりますかっつってそしたら早速すぐに「はじめまして」って入ってきたええー、と思ってこの人もすごいなと思ってそしたら3人でそのまんは、まえー、いろんな話になった。 うん、宇宙の話不平不満言わないゲームの話親子で小学生の子供がね一切の不平不満を言わないよというゲームやってるっつうんだからすんごくない、うん、そしてお二人の共通してるのは「よひとやムミナだよ。うん、で「みたまを磨こう」っつってるよ。うん、で男性の方はそれ以外にヒーラー、うん、それからご相談も受けてる。うん、で今後えっと えっと、群馬県の方に土地を用意したからそっちへ引っ越してねはあの要するにこう農業とかを中心な新しい生活に変える。うん、で片や、えー、その阿さんっていうのは髪の毛を扱う仕事なんだけど字が違うだけど紙を扱ってるんだよ。わかる髪を扱ってんの。ポイントだよこれそして全く何のね何て言うの計画もない。 うん、ねっ。面識もない。なんもないんだよ。突然やるんだよ。突然。あやろうって決めたらやる。そしたらいきなり3人の会話が始まり、突然宇宙の会話になった。で、何が始まったか。まあ、とりあえず30分、あっという間にしゃべっちゃったんだけど、え次回、それぞれ1対1でもう1回ツイッタースペースを橋本とやりましょうと。ねっ。YouTube、こうやって動画を上げて、上げてだよ。そして、きちんと、 えー、あのお話ティーアップした後にツイッタースペースをやりましょうって言って今度正式なツイッタースペースを今後やるわけわかるこんなトントン拍子ってないん、うん、これが何僕らのこのね知識でとかアポイント取ってとかね時間を何て言うのお互い合わせて関係ないのもう5次元はこの時間のタイムラグがないの トトトントントンっていくの全部直感で即実行即行動わかるこれが5次元世界なんだよこれを面白がってやるんだよ面白がってね楽しくやるんだよあ情報が来た即行こう情報が来たあ即食べに行こう情報が来たすぐ連絡取ろうこういうセンスをこれから身につけていくんだよ でやってみたね味わってみたそしてその結果として何をどう感じたかは後から考えるんだよわかるねこのことを皆さんに今日は是非お伝えしたいこれが神様とつながるセンスの一つです、ね、で最後最後全く違う話1個橋本の口癖ね 自分で全く分からなかなったこんだけ毎回毎回動画を上げててもう僕の口癖であの先進見たま磨きを一緒にやっている、まあ、あのすぐ近所に住む、まあ、女性の方なんですけどあのちょっとあの一緒に歩きながらねあのウォーキング目ーすを一緒にやってるんですよたまにたまにね時間がお互いが合う時でたまたまこの間あの会ったので えー、その時にこう歩きながらね、たわいもない話をしてたら、その相手の方から橋本さん知ってました？橋本さんの口癖ってってくる。え？なんだろうと思って。わかんないでしょう。なんで教えて教えて,とか言ってそしたらね、橋本さんの口癖はね、YouTube でいつもね、わかる？わかる？って言ってるんですよ。<laughs> そうだったんだと思って。 僕の口癖ってねすぐね YouTube 上でねわかるわかるって言うのよ。<laughs> それを意識してから自分の動画をもう一回、えー、といろいろ見,見,見返してみた、うん。確かに言ってんだわそれも連,連発。<laughs> 偉そうにね上から目線じゃないよ、うん、決して僕はそういうつもりは僕にはない だけど上から目線だというふうに感じる人があまりにも多かったらこれは僕が傲慢だから直しますえこ,このことについて分かるって言った時に上から目線だぞ走って思う人はコメントください <laughs> だけど分かるって言われてし親しみがあるって言ったらそれもまたコメントくださいグッドコメント <laughs> ちょっと自分のこと知りたいそこはね、うん、いいのか悪いのか分かんないけど受ける印象である視聴者さんのご意見が聞きたい でそれでこの「分かる」っていうその言葉に「親しみがあって続けていいよ」っていう数の方が多ければ今後もこれを口癖にする <laughs>、うん、でもいやそれってすごくちょっとねムカつくんだよなとかさ、うん、ちょっとイラッとしちゃうぜとかって思うような意見の方がお多かったらもう、えー、その時点でこれこの「分かる」っていう口癖をもうやめる。<laughs> 面白いな。うん ということで、ハッシーの独り言、終わります。イエーイ